フリーチーズ。冷蔵庫に逃げてきた動物たち。地球の温暖化や環境汚染のため住処をなくした動物たちが行き着いた場所、それは冷蔵庫だった。暑いところが苦手な動物たちはあなたの冷蔵庫を新たな住処として牛乳パック型になりすまし、周囲に溶け込んでいく。やがて人間たちから黙認されるようになると、動物たちは毎日顔を合わせる人間に向けて喋り始めたのだった。やっほー、毎度こんにちは。どうも。あなたの冷蔵庫で一緒に暮らします。フリーチーズ。フリーチーズの使い方。まず、あなたの冷蔵庫に動物たちをそっと入れてください。冷蔵庫が閉まっているときは静かにしています。冷蔵庫を開けると喋り出します。こんにちは。開けすぎているとちょっと文句を言います。暑いよ。なのでちゃんと冷蔵庫は閉めてあげてください。白熊。白熊はのんびり屋さんです。どうも。趣味は冬眠。ロマンチストです。また甘いものかい。あなたの冷蔵庫で白クマが暮らします。ペンギン。ペンギンはテンションが高いです。関西系です。毎度。気分がいいと鼻歌を歌います。調子どう。あなたの冷蔵庫でペンギンが一緒に暮らします。セイウチ。セイウチは明るい泡てんぼうです。ハロー。水が苦手です。牙のせいで滑舌が悪いのが悩みです。温暖化だ。あなたの冷蔵庫でセイウチが一緒に暮らします。アザラシ。アザラシはまだまだ子供です。どうした。高音ボイスの持ち主です。目の上の斑点は眉毛なのか何なのか本人もわかりません。何探してるの。あなたの冷蔵庫でアザラシが一緒に暮らします。 How to フリーチーズ。こんにちは。まず、あなたの冷蔵庫に動物たちをそっと入れてください。毎度。冷蔵庫を開けると喋り出します。ここは快適だよ。開けすぎているとちょっと文句を言います。暑いよ。あなたの冷蔵庫で一緒に暮らします。フリーチーズ。